はい、皆さんこんにちは。ルナトシのトシです。ルナです。今日もルナの日輪刀生活やっていきます。叩くなで、見てルナ、派手派手でしょ。派手派手だね。やっぱりほら、儲けたからさ、株でちょっとお金持ち感を出すために派手派手に行きました。いで、じゃあルナ、待望の虫取り大会。はい。持ち物は大丈夫？わかんない。見えない。そうか。You have. I have.下手くそ、もう穴いっぱい開けて。あ、埋めないでよ、せっかく。なんで？違うの？これ。なんかのおまじない。おまじない。これどうすんの？埋めといて服屋さん急いで行ってくるから。あ、でもあさみさん話してこよう。あさみさん、こんにちは。なんかくれる。なんかくれる。ねえ、僕も。パパにもちょうだい、パパにも。あげない。あさみさん。はい、じゃあ準備できましたね、ルナ。はい。では、虫取り大会参加してください。はい。パパの12匹、記録抜けるかな？ちょっと待って、準備を。よし。こんにちは、あーれー。こんにちは。パパと一緒にできる。ほら、手伝ってくれる誰かと一緒でもできる。本当だ。そうなの？ああ、そうなんだ。じゃあルナ、ちょっと一応パパ出ようぜ。フェアにやろうよ、フェアに。一回参加しないにして。こんにちは。大会に参加します。そうかい、歓迎するぞ。あ、ルナ、金額じゃないからね。何匹かだ。まだだよ、まだだよ。始まった。ありだー。ヤスもいっぱい捕まえればいいんでしょ。そう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 。お、いいペース。30秒で。どけお前。話しかけるなよって感じだな。急いでんだよ、こっちは。1分以内に5匹終わってる。15匹ペースだ。早くね？6匹。あ、高い。それ高い。いや、金じゃないんだってば。でもね、最後買い取ってくれるの。マジか。うん。しかもこっち高く買い取ってくれるよね。そうそうそう。お、トンボも。やばくない？うまくない？しのぶさんだった。よし。虫の呼吸か。そうだ。
これがしのぶさんの柱の本気だ。あれ、どうやら柱はテントウムシが苦手なようだな。ちっちゃいんですよあれは。うまい。パパの12匹の記録抜くんじゃない？もう抜いたのかな？すごい。ブーン。あ、ごめん。あ、違う。竹じゃなかった。虫じゃない。あ、ごめん、邪魔だ。もう竹でいっぱい叩いちゃった。ありけ。あ、蝶々もいる。もう10秒だ。アリで終わらせろ。17匹。よし、どうだどうだ。すごい。どうどう。すごい。パパ本当は8匹だったの。はぁ、からじゃん。え、ズベってこの中に入るんや。うん、その中入る。あ、そういうこと。でもどうせ全部売るでしょ。売る。10匹以上だからどうこうないんだね。あ、もう一回話しかけたら買い取ってくれる？買い取ってからもう一回やるわ。動画外で。次500円いるんだよ。じゃあもう一回やったら。パパね、動画内で2回やったんです実は。2回とも8匹だったの。バッ、いいよ、大金持ちだ。最初はこれよ。だからね、これ株さ、腐った株いっぱい置いといたらさ、すごかったんじゃない。すごい、焦らないでるな。うん、全集中。アリだ。バイオリンだ。バイオリン。これよく見ると気持ち悪いよね、リアルで。うん、いい調子だったか。あ、海入っちゃった。あ、釣りたい。いない。そうそうそう、パパもこうなったんだよ。全然いなかったの。うまいな。天才ですか。ごま、ごま。
今バッタも捕まえたように見えたね。うん、バッタいるんじゃないですか。どこかわからんが。ゴマ。ゴマ。たける。たける？だって。あ。あ。アリ。くさー。パパアリですら一回失敗したからね。カマキリ一気に。あ、高いの高いの。あ、海逃げちゃう。リリリン。違う。ああ、多分ノーカウント。え、すごい、パパ2回やっても網壊れなかったもん。マジ？そんないっぱい捕まえないから。10匹すごい。これ3匹でボーナスってかなりハードル低いな。うん、12,500。よし、はい、いかがだったでしょうか。ルナの日輪島生活虫捕り大会参加してみました。見ました。で、ルナの方が上手でしたね。なんでこんな本気を出さなかったんだろう。あの時は私の時は8匹、ルナは最高17匹捕まえました。あい、すごくね。あのパパも本気を出せばよかったなとちょっと後悔してます。さすが柱。ではまたよろしかったらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。なんでも壊れる。ではまた見てください。じゃあね、バイバーイ。バイバーイ。パパに圧倒的勝った。確かに虫捕り大会で勝ったぞ。2倍、2倍以上勝ったー。今日のあれだったら金額ででも負けてたわ。うん。